さん、どうもこんにちは。うぷ主のミーです。なんて自己主張が強いんだ。どうもこんにちは、美人ミコレイムちゃんだよ。手に合わなくていいわ。今回はいつもの3人でとあるホラーマップに挑戦していきます。お前その格好パジャマか。うん、今回のマップの題材が悪夢だからね。別にあんたまでパジャマになって寝ようだなんてお前もだろうが。一体どんな悪夢なのか。それでは早速プレイしていきましょう。ひぃ、何の音だ。あ、あの目覚まし時計の音だよ。うるさいわねー、何時だと思ってんのよ。午前3時に仕事に行くのか。一体どんな仕事をしているんだろう。学校の先生ね。なんでそう思ったんだよ。止まった。壊す手間が省けてよかったわ。何の仕事かわからねえがとりあえず出かける準備だ。着替え着替え。あら、着替えが入ってないわね。仕方ないからパジャマで出勤しよう。返されんぞ。なんかこの家、嫌な雰囲気ね。確かに空気が重苦しいな。大丈夫大丈夫、死んでも復活するって。死ぬのかよ。ここはバスルームね。その隣の部屋は何の部屋かな。でかいチェストボックス。中身は何も入ってないわね。このうちのチェストボックスって、どうして何も入ってないんだろう。きっと泥棒に盗まれたのよ。お前が取ったんだな。2階には何もないから1階に降りよう。この家結構広いな。こんな広い家に一人で住んでいるなんてずるいわ。今日からここを白霊神社台に支部として使わせてもらいますからね。火の次はここかよ。あ、冷蔵庫に食べ物発見。肉だけもらっていきましょ。人んちの冷蔵庫のものを堂々と。他には何か持ち出せそうなものはないかしら。包丁でもあれば護身用の武器になるのに。ここは玄関扉っぽいな。さあゆっくりしていられないわ。仕事に行きましょう。ん？鍵が必要だって。どうして自分の家なのに、内側から鍵を開けることができないんだろう。まるで閉じ込められているようね。電気も消えちまったからブレーカーを上げねえといけないぜ。はあ、覚悟を決めていきましょう。この部屋は何の部屋かな。あ、PC だわ。ってことは書斎か。てっきりネットカフェかと思ったわよ。なんで自宅にネットカフェがあるんだよ。自分の部屋に何かありそう。あ、今何か拾ったぜ。スマホだわ。おお、これで懐中電灯の代わりになったよ。でも肝心の鍵がどこにあるのかわからないわね。確か書斎に扉があったからもしかしたらそこにあるかもだぜ。ここの扉だね。うわ、ここ地下に繋がってるわ。なんだこの音。これ、何かのスイッチだね。あ、おい、勝手に押したらどうなるか。大丈夫よ、何も起きないわ。あ、これブレーカーじゃない。そうだな、ここのスイッチを全部入れたらきっと電気がつくぜ。はぁ、ついた。でも鍵はなかったわね。もう一度自室に戻ってみるか。何か変わってるといいけど。スマホも突然現れたんだしきっと何かあるわ。やあ。また電気が、どういうことよ。え、一体どこへ続いているんだ。おかしい、こんな廊下に繋がっているはずないのに。え、ここって家の中だよね。どうして急にこんな場所に。うわあ。おやすみなさい。しっかりしろー。あれ、ここって自室よね。なんだ、夢だったのか。悪夢を見たみたい。え、今までのはずっと夢だったってこと。でも手にはスマホが。いつの間に鍵を持ってる。じゃあ一体どこからが夢だったのかしら。まあこれで玄関の扉は開くだろう。え、何この音。誰よ、放送禁止用語連発してるのは。テレビの音だわ。テレビが勝手についたんだぜ。止まった。鍵開けたらドアがレンガに変わって、部屋の至るところがボロボロになったわ。こっちの部屋空いてるぜ。いやだなぁ、ここしか進む道がないよ。お願いだから何も起きないでちょうだい。ひぃ、なんだ今の。ああ、絶対この先何かあるよ。また見知らぬ場所ね。なんかこの先にあるぜ。あれって自分の部屋じゃない。何よこの音。やめてー、出てこないでー。腹をくくるしかねー。あ、音が消えた。はぁ、よかった。やー。安心させておいてこれはひでー。もう帰りたい。この家ぶっ壊して帰りましょう。何のゲームかわからなくなるだろ。ちょっとこの家停電しすぎだよ。これってもしかしてまた夢かもしれないわよね。確かにその可能性はあるな。これは1階に行く感じか。
何か鳴ってるぜ。お前かー。あ、これやギター、紛らわしいことすんな。ちょっと、この歌本当に何なんだろう。うわー。目からケチャップを流した女の人が。今回のマップもマジでヤバいよ。あ、ところどころで驚かしてくるんだぜ。前回のドナルドが可愛く思えるわ。うわ、しまっちゃった。もう、マジで勘弁してくれ。この先真っ暗だけど進むしかないようね。あ、あれ？またアラームか。やっぱりこれも夢だったのかしら。夢でも本当に恐ろしい夢なんだぜ。どうしてこの操作している人物はこんな夢ばかり見るんだろう。確かに。私なんか宝くじで5億円当たった夢ばかり見るのに、それもそれで起きたらすげえがっかりするだろ。よく枕の下に写真や絵を入れて寝ると、その入れた写真や絵を夢で見ることができるって言われているよね。それ全然効果なかったわよ。試したのかよ。あと、夢は記録していっちゃいけないって言われてるよね。ああ、夢を記録し続けると気が狂うなんて言われてたりするな。夢って本当に不思議よねー。さっきまでこんな扉なかったのに。ダメだ、開かねえ。別の扉を探すしかないわね。なんか出てくるんじゃないかと思うと先に進みたくないね。うわ、またあの廊下。さっきは変な白いやつが規制を上げていたんだよね。次は謎のボックスかよ。あの中には大金が入っていると思えば怖くないわ。金。うわぁ、びっくりしたぁ。なになに、あなたはここから絶対に出られないでしょう。なんでそんなことがわかるのよ。そうだそうだ、絶対ここから出てやるんだから。だいたいどうしてこんな場所をさまよい続けないといけないのよ。なんか無性に腹が立ってきたね。少なくとも何かが原因でこんな悪夢を見ているんだし。その原因を突き止めればきっと解放されるんだぜ。相当ひどいことがあったのよ。とにかく先に進んで真相を暴こう。え、これって外か。自分の家から脱出できたのよ。あれ、ここはどこだろう。門があるし、自分の家の外か。ジェイソン。なんか雰囲気的に自分の家じゃなさそうね。なんだこの物置。うわぁ、ちよ。ここで何かあったのかな。で、電気つけるぜ。な、なにこの音。キャー。な、生首が。これは惨殺死体だね。一体誰がこんなひどいことを。すまないジェイソン、こうするしかなかったんだ。お、おい、ってことはジェイソンを殺したのって。このプレイヤーだったんだ。殺人を犯したからきっと悪夢にうなされていたのよ。殺人犯の悪夢を探索していたんだな。すいません、どうしてジェイソンを殺しちゃったんですか。あんた覚えていないのかい。あんたの奥さんをジェイソンに殺されたからあんたはジェイソンを殺したんだろうよ。え、奥さんってもしかして、途中で出てきた血の涙を流した女の人？そうだったんだ。なんか報われねえ悲しい話だぜ。遅いわねー、まだ来ないのかしら。もう待ち合わせ時刻1時間も過ぎてるんだけど、直接迎えに行きましょうか。ここがウプ主さんの家ね。意外と近かったわ。ゆっくりテレビのものですが、ちょっと今手が離せないので入ってきてください。散々遅刻しておいて何やってるのかしら。何やってんだー。え、モンストですけど。そうじゃなくて、今日は一日取材させてもらう約束でしょ。そうでしたっけ。じゃあ今からしてくださいよ。部屋から出ないですけど。わかったわよ。じゃあ一日のあなたの様子を見させてもらいますね。了解です。まず目覚めはモンストからなんで、終わるまで適当に座っててください。干物のような生活を映して何が面白いっていうのよ。おお、なんかウプ主らしいわね。はっはっは、天使さんよ。こんなもんじゃないからな。あ、お腹減ったからカップ麺作ってきて。ちょっと、私はおかんじゃなくてリポーターなんだけど。キッチンの棚に入ってるからよろしく。あと少し。ふう、やっと終わった。おかん寝てるし。これよく放送できたな。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。
さあ、最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、結局のところ、牢屋の中で見ていた悪夢だったんだな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。